くないだからね。こんなのが見えてきてすごいな。歌って本当に違うパワーがあるんですよね。あの多少悩んでてもなんかいやくたくたしたからでもカラコ行こうかなするとパッと忘れて一瞬何もかも忘れて歌が歌える。これが元気の元だと思います。私も泣いてる時もありますけど、なんか仕事してる時は全てを忘れてってとても幸せな時を過ごすんですけど、まあ、皆さんと出会うたびに、まあ、ここまでよく歩いてこれたなって思います。50年の福祉じゃ本当にいろいろありました。もう事故で一回休んだでしょ、8年も。でもやっぱりね、何が嬉しいって言ったら両親が何も言わずに見守ってくれたので、あの私8人兄弟なんですよ。もちろん皆さん分かる、8人兄弟、7人姉妹です。7人がですよ、みんな好きなことさせてくれたんです。なかなか女の子3人いたらなんか新書作れるとかね、なんかいろいろ昔の方は言ったようですけど、7人の娘が全部好きなことをしたんです。